いつもご視聴ありがとうございます。前回私の頭の問題についてと仕事についてのお話をしたんですが、うちでもいろんな対策をもちろん講じてるんですが、こちらですね。これダイソーのクリアバッグなんですが、これ玄関の荷物をかけるところにいつもかけてるんですが、出入りするときにね、必ず一番先に目につくものなんですね。こういうタイプの普通のバッグはいくらかあるんですが、透明じゃないと中が見えないので、絶対持っていくのを忘れたりするんですね。それで、あちこち仕事に日によって行くところが違ってて、微妙に持っていくものが違うんですよね。この袋別に持っていくものをですね、一式にまとめて置いてあるんですけど、持っていく日の前夜に、ちゃんと荷物にするようにはしてるんですが、今まで気に入って、このダイソーのこの袋使ってたんですが、今回ですね、もう一個買ってきまして、こちらですね、半額セールで無印で売ってたものなんですが、数百円、300いくらかな ?400 円弱ぐらいですね。で、こちらね、まあちょっと、スイカ入れる袋みたいなんですけど、これも中が見えるので、今から一人暮らしになってこうお部屋の感じを変えたいっていうのも考えていて、で、こういう生成りのですね、色味のものをちょっとお部屋に増やしたいなと思ってるのもあって、これだったらお部屋に置いても結構絵になるんじゃないかなと思って買ってきてみたんですが、こちら私の制服なんですけど、こういうものもですね、こういう風にして入れておくと中が見えるので忘れづらいっていうことで、まあ、そういう透明だったりですとか、こういう網目で中が見えるタイプですね。仕事がない日はですね、こういうふうにこういうのに入れて、一番目につく玄関のところに置いてあるんですね。で、前日の夜に、ちゃんと荷物に用意するようにしています。もともと週2勤務であんまり行かない場合はこっちとかでも良かったんですけど、もう今までですね、週4とか週5の日とかも結構あったので、まあ、全てね、このカゴに入れてすぐ取れるように最近はしていました。まあ、11月ぐらいからこっち本当に忙しかったので、家のことっていうのがほとんどできてなかったので、ちょっと今いろんなところを片付けたりとか、息子の渡米とか学校の手続きとかが本格的に始まったので、それをやりながら、一人暮らしに向けて家の中の整理整頓とか、不要なものを処分したりとかを始めたところなんですが、前回の動画で仕事道具をご紹介したんですが、実はダイソーで買った、まだ追加の分がありまして、そちらをちょっとご紹介してみたいと思います。これ、まず、定規ですね。すごくね、これ使えそうだなと思った理由がですね、方眼定規なので、この縁の部分だけじゃなくて、この真上に持ってきても1センチとか5ミリとか測れるので、これは使えるなと思って、こちらも自前の仕事道具に追加です。これですね。残念ながらね、100均ではこのちっちゃいタイプしかね、見つからなかったんですけど、iPad とスマホは首が悪くなるので、真ん前を見て打ちたいので、これにですね、iPad もしくはスマホをこう立ててですね、キーを使って打ち込みます。私の職場の iPad を横にはできなくて縦なんですけど、結構重量あるんですけど、問題なくここに立てかけることができます。これも、私の仕事道具に、追加です。あとですね、こちら。これ200円ですね。今気がついたんですけど。こちらもダイソーで買った、キャンプ用のコップですね。基本的に私物を置くスペースがほとんどないんですね。小さな職場なので。例えば持っていくとしても軽いんですね。で、置かしてもらうとしても、これ一回り小さいコップなんですね。今画像で見たら結構大きく見えると思うんですけど、これかなりちっちゃいんですよ。子供用ぐらいの。で、コーヒーとかお味噌汁飲むとき、いつも余るので、
まあ量的にも本当にぴったりなんですよ。で、これ使い勝手が良かったら、もう一箇所のところにも買って置かせてもらおうかなと思っています。はい。あと、こちらですね。これはとりあえず仕事用ではないんですが、そもそもね、カメラケースなんですけど、これはですね、これ、我が家のですね、ルーターですね。まあ私と息子は24時間ほぼパソコンつけっぱなしなんですが、これをですね、入れるのにもうまさにぴったりなんじゃないかと。このコードもですね、くるくるってやってここに入るので、私息子がいなくなったら外でもパソコンを使いたいので、結構これをね、持ち歩くことがあると思うんですね。とりあえずこれは、直近では息子を送って東京に行くときに、帰りに新幹線でインターネットを、したいので、これを一応ですね、ケースを買ってきました。本当にね、こうぴったりです。こちらね、100円ですね。まあ、結構こういうダイソーのものとかも仕事に使えるものがね、この盤とかもダイソーのものなので、これ仕事で使っている iPad と Surface Pro と全く同じ大きさなので、3つ重ねて持って行ったりとか、本当に重宝してるので、これ実はもう一つ自宅用にも買ったんですね。で、YouTube のシナリオを書いたりするのにも使っています。Thank you.